い、皆さんこんばんは。今日は5月30日の小チャンネルです。今日は子ども子育て支援法の対総理質疑、そして午後からは、40分の質疑がありました。総理質疑は10分だったんですけれども、ものすっごいテレビカメラと普通のカメラが入ってて、こんなに内閣委員会でカメラ入ることあったっけっていうぐらい、だから新しい発表何か総理がするのかなとかいうふうに思っていたんですけれども、私の質疑が終わったら皆さんの帰っていきました。あれと思って、多分政治資金の問題がある中で総理が答弁に立つということなので、おそらく政治資金に関して私が質問を突然するのではないかということが期待されていたのかもしれませんが、すみません、10分しかないので政治資金大事ですよ。だけれども、それは皆さん違うところで議論してますから、子ども子育て支援法は今回が審議の大詰めになっておりまして、そしてこの質疑をしっかりとやることが目先ではない長期的なものに資すると思いましたので、今日は政治資金の質問は総理にしませんでした。で、私がした質問は、前回は地方から東京に女性が集まって、そこで出生率が東京低いので少子化がどんどん加速するという話でした。なので日本の中での若い女性の移動の話、今日は海外にみんなが出ていくという話をしました。で、その件の前に、やっぱり確認しておきたかったのが就職氷河期なんですよ。就職氷河期、前回質疑した時に副大臣がいらっしゃって、確かに就職氷河期が子供を持つとする30代中盤の時は出生率が過去最低だったという話だから、その氷河期が少子化に影響を与えているというふうに感じる人もいるんじゃないかみたいな、感じる人がいるって一体何みたいな、ちゃんとそのあたりを認識しないと正しい政策が今後打てなくなるじゃないかというふうに思いましたから、今日総理にそのことを聞かせていただきました。総理は割と明快でした。出生率が最低だったと、私たち氷河期が30代中盤前半から子供を持てる時期 に出生率がすごく下がったということは、少子化に影響を与えていると考えるのが常識ではないかという答弁をしたので、これは初めて、認めたということになりますから、それをフジテレビの FNN プライムオンラインはですね、ニュースにしてくれていました、速報で。他が報じているのかなと思いましたけれども、現状その他のメディアは報じている様子ありませんけれども、私たち氷河期にとっては大きな収穫があったというふうに思います。就職氷河期は少子化に影響を与えている、じゃあどうしてということになると、私たちが本来他の世代と比べて遅れていたはずの暮らしができていない理由がもうより明らかになったというのは今日の総理の答弁でわかるんですね。ですから今後私たちがやらなきゃいけないことは、氷河期がですねどうしてそういう状況になっているのかというと、やっぱりその雇用の面で、不安定だった、そして低賃金になってしまった、そして家族を持てなかった、つまり将来的に福祉が必要になる人が多くなるということになりますから、政策の失敗ということが今日明確になったというふうに思いますので、引き続き将来的な福祉をですね守っていくために、質疑を重ねたいというふうに思っています。今日は総理質疑の部分と、そして午後にですね一般質疑がありまして、そこでですね子ども子育て支援という形で、前回基礎自治体で埋めなくなっている施設がどれだけあるのかと質疑をしました。前回は二次医療圏で調べています。二次医療圏というのは自治体をいくつもまとめているものなんです。なぜかというと、救急対応とかができるような、ある種の病院機能をしっかりしたところが二次なんですね。で、それを調べています。そこではいくつですっていう答弁前あったんですけれども、じゃ基礎自治体はどうなのっていう第三次医療圏の方ですね、これどうなのっていうふうに聞いたら、調べてないっていうんですよね。私ちょっと調べてみたら、第二次医療圏で分娩施設がどれだけあるのかっていうのが、決まった時にはまだ平成の割と早い時代の方で、少子化の問題が全然進んでいない時でした。ですから地域にまだお産ができる病院がたくさんあったんですね。救急的な対応が必要になるということで、分娩ができる産婦人科を持っている施設をカウントしてたんだと思うんですが、もう時代が変わってますね。産婦人科も廃業が続いていたりとかして、どれぐらいが自分の基礎自治体で分娩できる施設があるのかないのかっていうところは知る必要があるというふうに思っています。私で言うと世田谷区に埋めるところがないとか、例えばその広島であると、秋太田町とかね、そういったところにないんですとか、広島市の区の方ではないんですとか、朝北区にはどれぐらいあるのか、熊野町にはどれだけあるのかとか、こういったことを知ることが重要だというふうに思っているので、調べてくださいというふうに聞きました。今日の答弁はどうだったでしょうか。子ども子育て支援法、就職氷河期と少子化の関係を私お伺いさせていただいたんですが、副大臣の答弁は極めて分かりにくいものでありました。国会質疑は多くの国民、そして子どもたちが理解ができる答弁をすべきだと思うが、まず総理から分かりやすい答弁を心がけるべきだと思うというご答弁をいただきたいと思います。当然のことだから分かりやすい答弁を心がける、これは大事なことだと思います。ぜひ心がけたいと思います。
就職氷河期というのは少子化の一因になったのではないかと聞いたんですが、先の副大臣答弁は質問に答えていない、分かりやすく端的にご答弁をお願いいたします。まず結論から申し上げますと、少子化と就職氷河期が関係しているかということ、明確なエビデンスがあるというものではありませんが、私自身関係はあると考えるのが常識的であると考えております。就職氷河期世代、これはバブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行ったため、不本意ながら非正規雇用で働いている方、引きこもり状態にある方などさまざまな課題に直面している方が含まれておりますが、経済的な不安定さは少子化の要因の一つであり、また就職氷河期世代が30代前半を迎えた2000年当時の合計特殊出生率が 1.20 となったこと、これは事実であります。就職氷河期世代における経済的不安定な方々の結婚や子育ての希望を十分に実現するに至っていなかったこと、これは重く受け取るべきであると考えております。そういったことから関係があると考えるのが常識であると受け止めております。氷河期の皆さん、少し使われたんじゃないかなと思います。やっぱり少子化というのは就職氷河期世代については切実なもの、今回の支援金制度、子供が産めなかった氷河期にとっては負担が増えるばかり、私たちは理解していきたい、私氷河期なんですね、理解していきたいというふうに思っておりますので、今後は気をつけていただきながら分断を生まないようにしていただきたい。昨今はアメリカだけではなく、カナダや日本より賃金の高くなったオーストラリアとか韓国とか、若い人たちが働きに出る労働力の流出が問題になっています。この問題は日本の少子化に悪影響をどう与えると総理が理解しているのか、メルボルン大学アジア研究所の大石奈々准教授が著書の中で、日本人の海外移住による減少は無視できない数字になっているのではないかと指摘を、海外における日本人の婚姻数の約7割が日本人女性と外国人男性の組み合わせ、特にバブル崩壊後その数が増加をしていると京都女子大学の鴨本逸子教授は指摘し、若年層の労働力の流出、若い女性の婚姻による海外流出が少子化に与える影響、これ悪影響について総理の認識をお伺いしたい。女性の海外在住者数、2022年10月から2023年10月までの1年間で約 1.2 万人増加しており、これは日本の女性人口全体の約 0.02% に相当するという数字があります。年代にかかわらず女性の皆さん全体の数字でありますので、こうしたことから推察すれば、ご指摘の若い女性の海外永住が少子化の大きな原因となっているとまでは言えないのではないか。子ども未来戦略で掲げるさまざまな政策、我が国において充実を図っていく、こうした姿勢が重要であると考えております。ぜひ若い世代が希望通り結婚し子どもを持ち安心して子育てができる社会、またいかなる環境家庭状況にあっても分け隔てなく大切にされ、子どもたちが育まれ、そして笑顔で暮らせる社会を我が国の中でしっかり実現していくことがまず第一に重要であると考えております。日本よりも賃金が高くて出ていく若者が増えている、総理の答弁は随分楽観的だなと感じてしまうのが私の率直な感想。子供を産む年齢層の女性たちが海外移住をする割合が増加すれば少子化がさらに進行するということ、少子化とか地方少数問題にかかる有識者が指摘をしているんですよ。ジェンダー平等の推進や社会意識の変革が必要であるというふうに訴えられています。先般来てもらった参考人に至っては、日本のタリバンみたいな人たちが権力を持っていてと制度を変えないという趣旨で主張しておられました。これ総理の率直な受け止めお聞きしたい。女性の皆さんが我が国のこの経済社会の中で生き生きと働いていただくためには、まず働き方改革という大きな議論が行われておりますが、合わせて意識改革が重要であるというご指摘、それは私も同感であります。今もなお固定的な性別役割分担意識が根強いのではないかというご指摘、真摯に受け止めさせていただきたいと思います。制度や施策の充実と合わせて社会全体の意識を変えていく取り組み、これも重要であるということを申し上げている。これらを車の両輪として進めていくことが、こうした施策を結果につなげることにおいて重要であると考えております。出産費用の保険適用の議論が進んでいると思います。出産の費用は無償化をしていくことが重要だと考えます。総理のお考えを聞かせてください。妊婦の方々が安心して出産できるよう、経済的な負担を軽減するために昨年4月から出産育児一時金を42万円から50万円に大幅に増額するとともに、出産費用の
見える化のため、医療機関等ごとのサービス内容や出産費用の状況などを公表するウェブサイト出産ナビの運用、まさに本日から開始をしたところ、出産費用の保険適用についてはサービスの質が確保されるというメリットがある一方で、全国一律の診療報酬で評価されることでかえって妊婦の選択の幅を狭めてはいけない、こういった課題もあり、この2つの考え方を踏まえていくことが出産費用を考える上で重要だと考えております。自己負担については、昨年度の出産育児一時金の引き上げは平均的な標準費用について妊婦に自己負担が生じないように費用を算定したわけでありますが、保険適用の検討にあたってもこうした基本的な考え方踏襲していきたい。はい、最後に1点だけ、出産にお金がかかって産めないということがないように検討して無償化をしていただきたいと思います。前回の質疑で取り上げました身近な市民病院で分娩ができなくなっている、現在分娩施設がない自治体はどのぐらいあるのか調べておいてくださいとお願いしておいたんですけれども、いかがでしょうか。分娩取扱施設がない基礎自治体の数につきましては、委員からのご要望も含まれて医療施設生態調査のデータを活用して特別に今集計を進めているところ、なるべく早く 1,2 週間程度をめどに数字を出してまいりたい。自分が住んでいる自治体に今分娩施設がないというところがどんどん増えてきております。そうしたことを知るところから政策を立てることが重要だと思います。